これね、水木の、なんていうんだこれ、身を支えてる、これ、なんていう部位これ、あの、身を支えてる枝の部分なんですけど、これがね、大量に落ちてます。で、これ上見るとね、多分クマ棚だろうな。枝がね、折れたところがところどころあって、やっぱクマが食べてるんでしょうね、水木。水木ね、ちょっと早いかな。9月ぐらいに多分食べてたと思うんですけど。これもクマの痕跡ですね。これね、こういうのがクマ棚ってやつですね。あの、クマが餌食べて、自分の下にこう枝を引き込んで敷いていくんですけど、枝をへし折ってね、食べながらこう自分の下に引いていくんですけど、まあ、その痕跡ですね。つまりあの上に乗ってたんですよね、クマが。わかりますかね、この茶色いやつです。茶色い枝と葉っぱの塊ですね。これがクマ棚ですね。いっぱいありますね。これはクマ棚っていうより、まあ、引き込んで折っただけだろうけど、これ何だろう、何の木でしょうか。これは葉っぱはね、これです。これ何やろ。これも水木らしいです。もうちょっと種はほとんどないけどな。その昔食べた痕跡でしょうね、これで。はい、こちらがね、熊の爪痕です。ここにね、並んでいるの、これ熊の爪痕ですね。熊ってあの月のアグマね。これもそうです。あ、これも分かりやすい。これも熊の爪痕です。これです。こう並んでいるやつ。これは多分何本か分の爪痕ですね。あ、ここにもあるな。結構何回も登ってるんでしょうね、これ。これとか分かりやすいかな。ガッと引っかかった爪痕ですね。まあそこそこ体重あるんで、やっぱり深い爪痕になりますよね。まあ多分複数とか使ってたんでしょうね、これ。というわけで、熊の痕跡祭りでございます。はい。これがね、いっぱい落ちてます。だんだん、獣道か登山道か分かんなくなってきましたけど、こっちで合ってんのかな。これ分かりにくいんですけどね、あの、土の、ちょっとこう、急な斜面になっているところで、あの、オスジカがね、こう、泥浴びみたいなのした痕跡ですね、これは。角でね、この辺の泥をこうバッサバッサやって体になすりつけるんですけど、その痕跡ですね。これ結構気づかないんだよな。これもオスジカ泥浴びの痕跡ですね。登山道の真上でやっとんな、これ。アトリがいっぱい飛んでますね。なんだ今のアトリなんかな。なんだ今の。ピーロパラララみたいに言ったの。参りますね。アトリです。小柄です。あ、見終わってねえな、これ。キクラゲ、玉キクラゲですか。おそらくは一応食えるらしいですけどね。ちっちゃいな。これ何ガエルですか。アマガエル。これアマガエル。あ、え、何ガエル。これアマガエルかな。めっちゃ黒いっすね。え、アマガエルかな。なんか顔はアマガエルだよな。アマガエルなんでしょうか、これ。なんか葉っぱの上に収まってる感じもアマガエルだな。後ろに小柄おるけど。お、小柄っすか。小柄です。すごいアクロバティックな餌の探し方をしているな、これ。ほんとおもろい模様ですね、頭。ほんなんか膨らんだりしぼんだりしてる。すごいな。これ鹿の食痕ですね。ものすごい樹皮食べてんな。新しいですよね。なんか今の時期にもう餌がないんかな、これ。すごい食べてんな。なんだろう。
葉っぱこいつですね。あ、ホコリタケ。ほら。ポフポフ出るやつですか。ほら。ホコリタケ。うわ。ホコリタケです。ああ、そうなんだ。もう手遅れですよ。こんなんでも腰筋は食える。登山道が笹のトンネルになってきました。いいですね。めっちゃクマと合いそうだな、これ。進みましょう。鈴鳴らしてね。いい景色ですな。おお。これがですね、ブナの実です。これね、これがそうです。これがブナの実ですね。これ人が食べても美味しいみたいですよ。昔食べたけどな、ナッツみたいな感じです。これね、なんかどんぐりっぽくないですよね、この三角錐みたいな。これがブナの実ですね。今年凶作なんで、まあほとんどないですけど、はい。豊作の年はこれ食べにめっちゃクマがブナリに来ますね。うん、この辺結構いいブナの林のようなんですが、クマの痕跡はありませんね。やっぱり標高がかなり低いところに集まってんだろうな。まあ今年やっぱりブナのなりが悪いんでね、上の方にはいないんでしょうね。お、いいの見つけましたよ。やっとキノコっぽいキノコを見つけることができましたね。なんだろう、なんか菓子パンみたいよ。食べられるキノコをね、覚えたいんですよ。はい、まあ結局よくわかんないね、こういうキノコは。わかんないキノコはね、当たり前ですが手出しちゃダメですよ。ちょっとなんかわかりませんけど、こんなのも生えてました。これキノコ、キノコなんですかこれ。謎ですね。なんでしょうか。またなんかキノコの慣れの果てがありますね。こうなると、余計わかんねえな。おお、いいですね。めっちゃキノコ生えてそうな木です。そして実際なんか生えてますね。なんやろ。なんでしょうか、もう下にこう、ポロポロ落ちてますけど。でもこれも瓦竹の仲間なんかな。えらい立派なキノコが生えてますね。あ、これ近くで見たらさっき見たキノコと同じやな。なんか溶けてたみたいなキノコと同じやつが生えてますね。なんでしょうね。山頂にたどり着きましたね。ふぅ、1000メートルぐらいかな。まあちょっと登るにはいい山でした。まあやっぱり結構ブナリも残ってるしな。いや、いいですね。静かですね。さて、一応登りきったんで下るか。何でしょうか、白っぽいキクラゲですね。これもブナの木かな、に生えてます。玉キクラゲ、めっちゃプルプルですね。プル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 。これ食えるんですか。食えますね。まあ味なさそうやね、これ。もうぐじゃぐじゃですが、おそらくは花びらにかわたけらしいっす。まあ食べられるらしいっすけどね。さすがにこの状態じゃもう食えんだろうな。なんでしょうね、誰かが取ったんかな。キノコが取られた跡がありますね。あ、これなんだろう、なんかこれ系のキノコのようですよ。なんかたまにね、やっぱ猿とか鹿も食べるみたいなんでね、キノコ。なんだかちょっとわかりませんけど、毛が残ってますね。この感じは鹿でしょうね、これ。鹿が食べたんか。登山道歩いてきたんですけど、結局帰り方がよくわかんなくなりましたね。なんでこの入り口と出口で迷宮入りするんだろう、ここ。よくわからんな。まあ帰る方向はわかるんでね、藪の中歩くしかないか。まあ、やっぱ鈴つけてると動物全く合いませんけど、
まあそれでも痕跡がいっぱい見つかりましたね。まあよかったよかった。